は看板娘で南吉体操はいはいはいでした。改めまして皆さんこんにちは。こんにちは。私たち安城商店街アイドル看板娘です。よろしくお願いします。それでは自己紹介いきたいと思います。トップバッターはなっちゃん。はい、ちっちゃいけど大きなハートで頑張ります。アイドルと抹茶が大好きななっちゃんです。よろしくお願いします。次はヒーボー。はい、安城市のゆるキャラはヒーボーだけど私の名前はヒーボーです。よろしくお願いします。最後にニノ。はい、毎日ニコニコ笑顔は私のチャームポイント。看板娘のニノです。よろしくお願いします。私たち安城商店街アイドル看板娘は商店街から安城を元気にのコンセプトに結成された商店街密着アイドルです。毎月行われている商店街のイベントに出演したり、商店街のお店の PR をしたり、安城市や安城市の商店街活性化のための活動をしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。地産地消祭りにお招きいただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。去年はね、マイマイマイのね、はい、発表があったんだよね、うん、毎日食べたいマイタインのお米ということで、マイマイマイね、そう、お土産にね、いただいたんだけど本当に美味しかったよね。美味しかった、私もその後も食べたもん。わお、みんなは食べましたか？食べた。おー、あー、食い気味に来た。盛りだくさんでね。そうだね、あとでね、うん、私たちもご紹介させていただき、ね、うん、ましょう。はい、はい、ということでね、次の曲に行きたいと思います。はい、それでは聴いてください。ドキドキ、あなたと仲良くなれたら毎日がもっと楽しくなるのにな。変わらない日々、退屈で毎日つまんないよ。何かないかななんて淡い期待も何回目。そんなある時、突然の奇跡が訪れた。あなたの声に胸がドキッと弾んだ。願って不意にあなたの笑顔にときめく。私緊張して月目を背ける。やっぱり勇気を出して話しかけてみよう。キラキラ弾ける笑顔であなたに向かってさ、ロックロック。皆さんもご一緒に。何気ないいつもの日々に潜んでる胸のときめき、明日も来てくれるかな。きっと来てくれるよね。まだな、前も知らないけど、いつかは隣歩きたい。二人で会えたこの奇跡をいつまでも大事にしたい。会話からつながった今日という日、それから毎週あなたは聞いてくれたね。この街が好きと話すあなたの笑顔が大好き。希望を叶えてこの想いを、お願う想いは天の川流れ、輝く星になってあなたに届
どこからもドキドキ、皆さんもご一緒に、何気ないいつもの日々に飛んでる胸のときめき、変わってゆく少しずつ、あなたと私の距離繰り返す出会いの中で、このままずっと変わらずに時が流れたらなんて、手をつなぎ歩くこの街、それだけで景色は変わる、二人で会えたこの奇跡をいつまでも大事にしたい、虫が僕の気持ち
キドキとハッピータイムでした。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ところで、マイマイマイって、去年品薄でね、なかなか手に入らなかったみたいなんだよね。それで来週、やっと、今年分が発売されるということみたいなんですよ。お強い米だな。すごいよね。ねえ、それが今日は先行発売なんだよね。そうなの。そんなさ、希少な米ってことはうちらの分はないんですか。あらあらあら、わからないね。はい、先ほどちょっとね、回らせていただいたんですけども、一番奥が、マイマイマイがね販売されていて、そしてイチジク、梨、男の子、石川さんのドーナツとか。いいねいいね。はい、キラズが揚げとか。やっぱお買い物行きますとか。石川さん、そうで、はい、マイマイマイにはなんと愛知の香りが、お米にお米のおまけがついてきます。素晴らしいよ。素晴らしい。先着順ではありますけどね、抽選もさせていただいて、絶対外れがないということで、皆さんぜひやってみて、そしてあそこにね、すぐそこに豚汁さん、はい、豚汁さんお店みたいな感じ、ね、ありがとうございます。ね、お豆腐も、ね、お味噌も、お味噌も地元のものをね、大豆を使ってるんですよ。あとは、うん、梨とイチジクも、うん、さっき試食させていただいたんだけど、めっちゃ甘いよね。美味しいよね。しかも買ったらお米がついてくるんです。すごい。またマイマイマイがついてきます。はい、果物買うとマイマイマイがついてきて、マイマイマイ買うと愛知の香りがついてくるね。すごいすごいね。すごいお得ですね。幸せだな。どっちが本体なんだっていう。ね、すごいお得だよね。はい、そういうお得な、美味しいし、ね、販売してますので、よかったら皆さんもぜひぜひ買ってみてください。はい、はい、そして私もたちもね、この後、そのマイマイマイのコーナーで、ちょっとね、お手伝いさせていただきますので、ぜひ皆さんお買い物に来てください。よろしくお願いします。そしてここでね、私たちの告知もさせていただきたいと思います。はい、私たちは毎月第4土曜日に安城の JR 駅前で行われているキーボイチというイベントにて定期公演を行っています。今月は22日土曜日。はい、私たちのステージ以外にも楽しい出店などたくさんたくさんありますので、よかったら見に来てくださいっていうのと、その日夜、なんと私たちの4周年記念イベントがあります。イエーイ。4年も経つんですよ。なのにこのグダグダ具合、じゃあどうしようって思ったの。どうしようって思うんですけど、はい、4周年イベントに向けてめちゃめちゃに頑張っていますので、はい、私たちのそういった頑張りも見に来てくれるといいなと思います。はい、あと今ツイッターでファンの皆さんに質問してる企画があるんですけど、よかったらそちら開いて、なんていうか答えてくれたら嬉しいなって思います。4周年イベントの中の、はい、企画で使うのでよろしくお願いします。ちなみに4周年記念イベントはですね、ワクワクセンター、市民交流センターというところでやりますので、よかったら皆さんお時間ある人ぜひ来てください。はい、無料です。はい、そして明日の話なんですけど、明日、中古車販売のプルミエさんというところでプルミエ感謝祭というイベント出ます。こちらは安城市なので、皆さんお近くの方でぜひ来てください。でそしてその後夕方に名古屋祭りに出演します。おー、大きいお祭りになるんですけど、よかったら皆さんたくさん盛り上げに来てください。よろしくお願いします。みんなにかかってんぜ。はい、そして30日ですね、岡崎市の図書館リブラにてハロウィンイベントに、参加させていただきます。こちらもぜひ遊びに来てください。お願いします。待ってます。私たちの活動は安城密着コミュニティサイト、アミツや YouTube、Twitter などインターネットでも配信しています。はい、安城スペース看板娘まるで検索してみてください。はい、それでは本日最後の曲いかせていただきます。ありがとう。これもそれでは聴いてください。看板娘でおいでよ安城商店街。皆さんも駅前楽しい街。
私たちが看板娘よ。品数はアマゾンにはかなわないけど、ここにしかないものがあるわ。商店街においでよ。私たちが大好きな街だから、あなたも好きに試食のお手伝いをしますので、はい、よかったら皆さん来てください。待っています。お願いします。